はいどうもお疲れ様です。今回はですね、なんと268円で買えるチルドのこの真空パックのね、焼きそば買ってきましたんで、これをですね、ちょっと調理してみようかと思います。なんとね、もうこれ温めるだけで、野菜もお肉もなんかソースまでかかってるみたいなんですよね。これは簡単ですよ。インスタント焼きそばより安いというね。はい、じゃあちょっと進めてみましょうか。えー、これ色々書いてますけども、国内製造らしいですね。 なるほど。国内で製造だけど、原材料が国内製かどうかはわかりませんということですね。はい。で、まずはフライパンを温める。すごく簡単ですから、すぐにできちゃいます。で、焼きそばをね、1kg 全部多いんで半分だけ、えー、取って、で、フライパンに入れます。そして残りの半分はこうやって、折ってですね、あの、ゴムで止めて冷蔵庫に入れときます。また近々食べましょうということです。はい。で、キャベツをね、ちょっとね、 かさ増しに入れようかと思います。キャベツもなんと最近はね、千切りで売ってますので、これを混ぜるだけということになってます。お手軽便利ですね。はい、このような感じになります。そして、あっという間に、出来上がりました。あっという間ですよ、本当に。全工程5分ぐらいです。これで、いただきますになりますね。最後、ネギもちょろちょろっとかけてね、頭がなんかこう、サリちゃんのパパみたいになってますけども、深夜3時に作りました。ちょっと食べてみた感想ですけども、しょっぱいんで <laughs>、 しょっぱいんでね。ちょっとこれはね、あのー、これとは別に、焼きそばの玉があるでしょあのー、一袋28円とかで売ってるやつ。14円っていう時もありますけども。あれを、ちょっと半分ぐらい混ぜて、このソースを薄めた方がいいですよ、これ。しょっぱかった。しょっぱい。はい。でも安くてね、簡単なんで、いいと思いますよ。私はもう買うことはないかなと思います。私はこれを買うんだったら、もともとの焼きそばのほら、袋のね、さっき言った、 一袋17円とか、28円とか、ああいうのを買ってきて、やっぱりこう、ピーマンとかね、野菜とかね、ああいうのを入れて、シャキシャキっとした感じで食べたいかなと。そしてソースの量も調整しやすいんでね、自分でソースの量もかけて。え、それからこのソースがね、ちょっとね、私にとったら、あんまり美味しいソースじゃなかったんですよ。まあですんで、私好みのソースをね、やっぱ作って、おたふくソースでもいいですけども、カープソースでもね、いいですけどもね、ああいうのを使って食べたいなと思いました。じゃあ以上です。